さあオリックスですけども、連日日本シリーズが行われております。オリックスとヤクルト今2勝2敗とタイに持ち込んでいるわけなんですけども、まあオリックスのことで言うとですね、序盤の方なかなかにちょっと長打不足というのが、もう完全に露呈してですね、ヤクルトの差っていうのを見せつけられてきました。それでも正隆であったりとか、鉄壁のリリーフ陣のおかげでなんとか2勝したという状況なんですけども、オリックスの打線を考えても、まあ、純国産というかね、助っ人が一人もいない。かつ、生え抜きだと全員ね、そういうことを考えると、なかなかにちょっと、助っ人事情っていうのが深刻なんじゃないかと。まあ、生え抜きに関しては、FA とか、ね、トレードとかなんで、その時の市場とか、まあ、円とかもあると思うので、仕方がない部分が強いんですが、助っ人に関してはね、やっぱガチャを当てないと。ただ、なかなかここ最近、打者の方で言うと、助っ人を当てるのが苦労してますよね。それもやっぱ NPB のレベルがぐっと、上がった証拠なのかなと思うんですが、去年も日本シリーズで言ってました。助っ人をどうにかしてほしい。そんな中、今年獲得されましたよね。打者3人獲得されましたけども、それでもなかなか厳しいということで、オリックスの補強ポイント、まあ、こう、助っ人で埋めれるかどうかは置いといて、ご覧の通りでございます。はい。まあ、ポジションが多いだけに、ユーティリティというか、複数ポジションを守れる助っ人であれば、その分、当たる確率は高くなるのかなとは思っているんですね。例えば、ファースト外野、セカンド一人ずつよりかは、例えばファーストとセカンドとかね、サードとか嫌とかであれば、割とね、当たった時のリターンがものすごくでかいと思うんですよ。一つのポジションしか守れなかったら、当たったとしても一つのポジションしか埋まらないですよね。なので、なんか複数ポジション守れる助っ人であれば、なおのこといいのかなというふうに思いますし、当たる確率もぐっと上がるんじゃないかなと思うんですけど、今年、まあ対談が決定した助っ人、まあ一部抜粋なんですけども、ご覧の通りでございます。まあパリーグで言うとね、日本ハムのヌニエス選手が非常にこうメジャーでも成績があって、期待されてた選手なんですけども、あとは阪神のマルテとか、ロハスジュニアとかですね、ジャイアンツの育成のウレーニャとか、まあ、一部抜粋ではあるんですがご紹介をしました。そんな中で最終戦まで優勝争いをしたソフトバンクなんですけど、ソフトバンクの助っ人打者でいうとやっぱグラシアル、デスパイネですよね。この2人が、まあ、対談するんじゃないかというふうに言われております。まあ、2人とも36歳37歳ということで、デスパイにはなんか残留濃厚みたいなこと言われてましたけど、二人ともまあ流動的だっていうふうに言ってました。二人ともね、なんか残留濃厚とは出ていなかったんですけど、本人はもうソフトバンクは家族のようなもんだみたいなことを言って、残留を希望しているみたいな記事が出てました。まあ AJ であったりとかですね、ロドリゲスもそれでまあ対談をしたわけなんですけども、グラシアルいいなと思ったんですね。これオリックス来てくれへんかなと思ったんですが、これね、年俸があまりにも高いということで2億7000万なんですね。めちゃめちゃ高いっす、正直。まあ OPS 7割台でホームランが8本、打率が2割7分とかだったと思うんですけど、ちょっとそれにしては高すぎるなと。まあそれまでの成績がいいっていうのもあると思うんですけど、オリックスの年俸ガッとね、打者だけで見ていても一番高くてバレラの1億なんですね。ものすごい高いと。で、マッカーシーが途中で加入してきて、それでも期待されてる方ですよ。8000万ですし、ラベロに関しては、6000万という数字になってます。なので、ちょっとオリックス目線で言うと高すぎるのかなと。まあ、年俸下げれるんだったら面白いかなと、思ったんですけど、まあ、これまでのね、実績考えると、まあ、こういう年俸になるんだろうなとは思うんですが、去年もね、32試合とかしか出てないですし、その前も69試合とかなんで、ちょっとこう試合数が、少ないかもしれないです。なので、割とこう通年だとね、どういう数字を出すのか、2割7分から3割っていうのが割と日本での成績なんですけども、ちょっと年俸が高すぎるので違うのかなと。で、そもそも待ってください、年俸の前にオリックスキューバルートないですやんっていう風に言うかもしれないですけども、僕はちょっと思いました。一番下のラベロ6000万見てください。彼ね、キューバ出身なんですよ。はい。これキューバルートって言っていいんじゃないですか？どうなんですかこれは。はい。で、もしね、助っ人のガチャ当てられへんにやったら、もうすでに当たってる助っ人をもらったらいいんじゃないかってことで、他に対談した選手を見たら、サムネの通りですね、仲良し中日のアリエル・マルティネスが対談をすると。しかも26歳ですよ。ね。しかも、キャッチャーだけじゃなくて、レフトとファーストも守るんですね。これユーティリティで2枠分埋まるんじゃないですか、補強ポイントっていうふうに思って。たんですね。で、なんで対談したのかなというふうに調べてみたんですけど、地元のそのラジオのアナウンサーによるとですね、立浪監督が非常にこのレビーラという助っ人に惚れ込んでるらしくて、まあ将来のデスパイネになるんじゃないかというふうに言われてました。で、外野の布陣を見るとですね、まあ大島選手であったりとか、このレビーナもそうですけど、あとは岡林選手とかいるじゃないですか。この辺でちょっとまあ外野が埋まってるんじゃないかみたいなことは、言われてました。はい、三好選手とかも気に入ってるっていうふうに言われてましたね。はい、で、そんなレ
ビーラですけども、年齢が23歳ということで、非常に若いですよね。はい。で、打率が2割3厘、ホームラン1本、OPS 5割台ということで、守備位置もレフトなんですけど、今年の6月に育成選手として入団をした選手で、7月には支配下になったという選手なんですけど、まあ、立浪監督が非常にこう、お気に入りだということでした。一方、アリエル・マルティネスに関してで言うと、全然、レビーラより数字は良くて、82試合に出場して、ホームランが8発、打率が2割7分6厘、OPS が7割8分7厘、しかも、長打率も4割超えてると。で、対パリーグの成績見ても、これご覧の通りなんですけど、めちゃくちゃいいんですよね。はい。で、ホームラン8発っていうのは、中川圭太選手と同じチームでは4位です。非常になくてはならない存在になるんじゃないかなと、オリックスに来たらね、思うわけですよ。で、過去の成績見てみても、2020年に、支配下になったわけなんですけど、もともとは育成の選手ですね。39試合に出場して、打率も2割9分5厘、OPS 8割台、長打率4割超えてると。で、去年は、数字としてはね、打率2割5分切ってるんですけど、でも OPS が7割8分7厘ということなんで、すごくいいと思うんですね。そして何より、年俸がむちゃくちゃ安いということで、3000万なんですよ。で、オリックスの助っ人の誰よりも安いです、これは。はい。一番安くてラベロの6000万なんで、ラベロの半額なんですよ。こんなことあっていいんですか？で、バレラに関しては3分の1なんで、それでいてこの数字を叩き出すというのがオリックスの補強ポイント的にもドンピシャやし、年俸的にも全然手を出せるじゃないですか。なので、このあたりいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、配信をしていてもですね、コメントのところでマルティネス取らへんのみたいなコメントがすごくあったんで、もちろんやろうと思っていたんですが、非常にね、最近見たらわかる通り、ネタが非常に豊富なんで、この時期になってしまいましたけども、今ね、日本シリーズ行われてますよ。3人とも帰国してるんですね。この場で帰国をするというのが、まあ、助っ人としてはどういうことなのかっていうことなんですけど、今いないといついるんだっていう感じですよね。何の助っ人にもなってないわけですよ。はい。で、バレラも右打ち、ラベロの右打ちということで、まあ、右打ちの助っ人っていうのは割と左よりかは、欲してると思うんですよね、オリックス。なので、まあ、キューバルート云々に関しては僕はラベロを獲得している以上は、まあ、皆無ではないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、右打ちが欲しい。しかもユーティリティでホームランもあって、年俸が安いっていう、これ以上の助っ人はいないんじゃないかなというふうに思うわけですよ。で、マルティネスに関しても、チャンスがあるのであれば、日本でまたやりたいっていうふうに言ってるんですね。はい、もうこれやってくれ。だって京セラって投手有利じゃないですか。で、バンデリーもめちゃくちゃ投手有利ですよね。そこをホームに構えて、8発打てるのであれば、なんか同等の数字出せると思うんですよね。しかも率もそれなりにあるし、率も長打率も高いということなんで、なんか2割5分のホームラン、なんか40本とかでもいいですけど、なんかそれと同じぐらいのね、価値のある選手なんじゃないかなというふうには思うので、マルティネス選手は非常にオリックスにドンピシャなんじゃないかなという話で、今回の動画はですね、助っ人外国人中日を対談したアリエル・マルティネスの獲得の可能性についてお話をしてみました。個人的にはむちゃくちゃありなんじゃないかなと思っているんですけども、皆さんいかがですか？まあ、キューバルートであったりとか、年俸とか成績、いろんな面含めてですね、このマルティネスについて何か思うこと、そしてスケットについてですね、思うこともしあれば、ぜひコメント欄の方に残してもらえたらなというふうに思います。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。